君が私の依頼を受けてくれた子。依頼主の美月よ、よろしくね。今日はこの周辺に咲いている花を集めたいの。君にはその作業を手伝ってもらえるかしら。と言っても見分けがつかないでしょうから、先に私が一つ摘んでおいたわ。これがその花よ。あら、ダメよ、迂闊に近寄るなんて。花には危険なものだってあるんだから。この花の花粉には毒があるのよ。正しくは人にとっては毒になる花粉ってことなんだけど。それに花の下、茎をよく見て。小さなトゲがあるでしょ。そこにも毒があるの。トゲが刺さったり花粉を吸い込んだりしたら大変なことになるのよ。集めるときは注意してね。でもね、この花の毒は特殊で、うまくすれば薬にもなるの。毒だって使い方次第では人を救う。素敵だと思わない？どうしてこんなことを知っているかっていうとね、私は科学者で、普段は植物の研究をしているの。科学っていうのは今はやめておきましょうか。小さな花粉でも吸い込むと危険だから、一つずつこのガラスのケースに入れてちょうだいね。じゃあ早速集めていきましょうか。さっきも言ったけど、くれぐれも気をつけて。どうしたの？もしかしてやっちゃった？大丈夫？ちょっと見せてもらうわね。心配しないで。これでも時々医者の真似事もしてるの。応急処置ぐらいならできるわ。傷は浅いわね。これなら入り込んだ毒も少ないし、すぐに治るはずよ。特に治療もいらないわ。それにしても君の手、それだけじゃなくて腕や肩も意外とがっしりしてるのね。ああ、これただの触診よ。細身に見えてかなり鍛えられているわ。実に理想的な体よ。ねえ君、私の実験体になってみない？試したい薬や実験がいっぱいあるのよ。君が実験体ならきっといい結果が出そうだわ。どうかしら。怪しくなんかないわ。実験体だってちゃんとしたお仕事なのよ。検討してくれるの？つまり答えはイエスってことね。嬉しいわ。おい、ヤブ医者、やっと見つけたぞ。誰かしら？いいところだったのに邪魔が入っちゃったわね。残念。あなたたちは誰かしら？忘れたとは言わせねえぞ。俺たちはお前に治療された患者だ。言われてみれば見覚えがあるわね。それで、その元患者たちが何の用かしら？治療費だよ。ふざけた値段ふっかけてきやがって。あんな額払えるわけねえだろ、この薄汚い闇医者が。確かに私は闇医者だけど、私しか頼れないあなたたちが助けた私に文句を言える立場かしら。文句を言われるくらいなら助けない方が良かったわね。それならあなたたちも治療費を払わずに済んだでしょ。生きて私のところに来られる命があるだけありがたいと思いなさい。まっとうに働けばちゃんと返せる額のはずよ。ふざけんな。態度次第じゃ話し合いで済ませるつもりだったが、こうなりゃ実力で考えを改めさせてやる。普通なら助からないところを助けてあげたのに、恩知らずな人たちには教育が必要みたいね。やろうってのか。先に敵意を向けてきたのはそっちじゃない。覚悟しなさい。なんだこの風、
まともに立ってられねえ。うろたえるな。ただの風だ。この程度威嚇にもなりゃしねえ。確かに脅かしやがって。今度はこっちの番だ。なんだ、足が動かねえ。俺もだ。それに体がしびれて息ができない。やっぱりすぐに効いてきた。この花のトゲや花粉からは人体を麻痺させる成分が取れるのよ。そしてさっきの風邪にはね、この花の花粉が、それはもうたくさん含まれていたわ。目に見えないくらい小さい花粉が本当にたくさん。大量の花粉を吸ったから息ができないのよね。でも安心して、もう二度と息をしなくて済むから。あら君、どうして邪魔をするの。そこに立たれたらとどめを刺せないわ。確かに君の言う通りね。ここで始末しちゃったら治療費を回収できなくなるわ。あなたたち、今回は見逃してあげるわ。彼に感謝するのね。あと治療費は必ず払ってもらうわよ。花集めも終わったし、町に戻りましょうか。彼らのことなら心配しないで。しばらくしたら毒は抜けるから。行きましょう。今日はお疲れ様。早く済んでよかったわ。はい、これが今回の報酬よ。あら、どうしたの。そっか、さっきの花粉君も吸い込んじゃったのね。トゲの毒だけじゃなく、花粉まで体内に入れたとなるとかなり危険よ。すぐに治療しないと命に関わるかもしれない。私なら治してあげられるけど。そうね、今度から時々私の実験に付き合ってくれるなら今ここで直してあげる。君みたいに若くて健康的な男の子が実験台になってくれたら私の研究がすごくはかどるの。どうかしら。交渉成立ね。じゃあ今から治療するわ。じっとしてて。もう大丈夫なはずよ。ちゃんと体が動くようになったわね。治療が間に合ってよかったわ。約束忘れないでね。これからの実験楽しみにしてるわ。あら、こんなところで会うなんて奇遇ね。お仕事中かしら。私も仕事でここにいるのよ。時々だけどここの生徒たちに授業をしているの。その代わりに実験の時に教室を借りてる。今もちょうど実験の準備をしていたところで。そうだ、今から実験台になってくれない。この前約束してくれたでしょ。安心して、今回の実験は危険なものじゃないわ。多分もう帰っちゃうの。残念。どうしたのかしら。もしかしてドアが開かない。実はね、教室には結界魔法が展開してあるの。私が魔法を解かない限り誰も出入りはできない。驚いた？普段は実験動物を逃がさないために使ってるんだけど、備えあれば憂いなしね。
逃げ場もなくなったことだし、諦めて協力してちょうだい。最近は特殊な香りを生むバラの品種改良をしているの。これなんだけど、見てこの花、素敵な色合いよね。はい、このバラの香りを嗅いでみて。そうすれば君は私の言うことを何でも聞いちゃうようになるわ。いつまで我慢できるかしら。だんだん苦しくなってきたでしょ。人思いに吸っていいのよ。さあ楽になりなさい。今吸ったわね。すぐに効果が出てくるわよ。アロン、離れれば大丈夫だと思った？でも残念、結界があるから香りは教室に充満していくわ。私は解毒薬を飲んでいるから何ともないけど、君はほらどんどん香りが強くなっているわよ。今吸ったわね。すぐに効果が出てくるわよ。だんだん眠くなってきたでしょう。ほらここに座って。それじゃあまずは催眠術にかかっているか確認ね。君の名前は？いい子ね。ちゃんと催眠にかかっているみたい。じゃあ次の質問よ。君の一番恥ずかしかった過去の思い出を教えて。え？ない？そんなわけ。恥ずかしい記憶は残りやすいはずなのに。どうして恥ずかしい思い出がないのか教えてくれる？記憶喪失。そうだったの。記憶の復元は今みたいな軽い術じゃ難しいか。じゃあ今の君が知っている自分のことを全部教えてくれる？へえ、そんなことが。それで？それは興味深いわね。プリンセスナイト？女の子を強くできる変わった力？そんなことが可能なの？面白いわね。その話、もっと詳しく聞かせてちょうだい。今から3つ数えたら、君は目が覚めるわ。1、2、3。おはよう。気分はどう？君のこといろいろと聞かせてもらっちゃった。記憶喪失に特別な能力、実験台としてだけじゃなく君という人間そのものにも興味が湧く内容だったわ。これはさらに細かく身体検査する必要があるわね。調べがいがあるのって楽しい。あら、どこへ行くの？結界魔法は解いておいたけど、検査には付き合ってもらえないかしら。痛くしないからね。これからもいろんな実験に参加してもらうんだから、あなたの体のことは隅々までちゃんと理解しておかないと。もしも体に合わない薬を投与したら大変なことになるわ。そうならないように体の奥の奥までじっくり調べておかなくちゃ。いいかね。ついでに他にもいろいろと確認しておかないと。さあ始めるわよ。奇遇ね。君もお買い物かしら。そう、散歩中だったの。私はほら見ての通りいろいろと買い込んでるところよ。
最近私のところに担ぎ込まれてくる患者が多くて、治療道具や消耗品がいくら買い足してもどんどん減っていくの。この買い出しだって無理やり時間を作ってきてるくらいなのよ。まあ忙しいのは嬉しいことなんだけどね。ついでに患者で新しい薬を試せるし。もちろん最終的には健康体にするわよ。だから私を頼る患者が後を絶たないわけだし。今回試した薬だけどね、想定通りの効能があったのよ。安心して、さすがに患者を死なせる薬なんて作らないわ。大丈夫よ、失敗するのは予想できてるから。やばくなっても魔法で薬の成分を分解しちゃえばバレないし。今回試した薬だけどね、想定通りの効能があったのよ。安心して、さすがに患者を死なせる薬なんて作らないわ。研究中の薬って効き目がすごくても普通は使わないでしょ。万が一ってこともあるし。でも誰かが新しい薬を試さないと永遠に医療は進歩しないわ。そこで私みたいな闇医者の出番ってわけ。悪人ややむを得ない事情を持つ人たちは普通の医者じゃできないことまで要求してくるわ。そんな人たちに薬のことを話すと、多少のリスクは覚悟の上で向こうから使ってくれって言ってくるの。こうして取引は成立。私は薬を試せるし、患者は病気や怪我を治せる。お互いが得をする結果だけが残るわ。そうやって蓄積した知見の結果で安全性が確認できたら、薬の作り方を他の医者にも共有するの。私たちが今ある薬よりもっと効き目のあるものを作れば、いつか魔法が使えない人も病気を簡単に治せる日が来るわ。どう？私って結構大事なお仕事してると思わない？ありがとう。で、今のはどういう意味かしら？冗談よ。仕事柄怪しい人扱いされるのは慣れてるわ。へえ、今のはちょっと聞き捨てならないわね。嘘よ嘘、これも冗談。もうからかうのはここまでにしてちょうだい。久しぶりだわ。落ち着いて楽しい会話ができたのってあなたのおかげね。少しでもたくさんの人が健康で幸せに暮らせるなら、それに勝る喜びはないわ。だからつい仕事に入れ込んじゃって。でもさすがにこの忙しさは応えるわ。はあ、まだまだ若いからちょっとやそっとじゃ疲れないと思ってたんだけどな。心配してくれるの？嬉しいわ、ありがとう。大丈夫かと聞かれると、そうね、あんまり大丈夫ではないかもしれないわ。そうだ、少しだけ肩を貸してもらえる？そうしたら疲れが取れる気がするわ。なっちゃってね。え？本当に貸してくれるの？冗談のつもりだったんだけど、ちょっとからかって恥ずかしがらせる予定だったのに、私の方がドキドキさせられるなんて油断したわ。それにしても君、女性に触れることに抵抗がなさすぎるんじゃない？少しは照れなさいよ。心配する気持ちの方が強かったですって？へえ、真剣に心配してくれたのね。君って思っていたよりもずっとちゃんと男の子なのね。じゃあお言葉に甘えてちょっとだけ肩を貸してもらうわね。ここ最近本当に忙しくて
眠るどころか一息つく暇もなくて、だからちょっとだけ。あれ、ここは君？そっか、私眠っちゃってたのね。ずっと支えててくれたの？起こしてくれればよかったのに。疲れてるみたいだったから。そう、君って優しいのね。おかげでかなり休めたわ。頭もすっきりしてきたし、また数日は徹夜できそうね。お礼と言ってはなんだけど、怪我や病気の時には私のところへ来て。すぐに治してあげるわ。その代わり、また何かあったら今日みたいに頼らせてね。悪いわね、実験じゃないのに付き合ってもらっちゃって。あら、釣れないこと言うのね。いいじゃない、人生何事も経験よ。今日の患者はこの辺り一帯で採掘の仕事を仕切ってる人なの。気難しいって有名なんだけど、私は全然気にならないわ。医者の前だからかしら、少し口数の多いおっさんね。にはあるわよ、あまり人には知られたくない苦手なもの。あら、何かしらこの光、なんだか急に眠く。どうして私が動物園に。はあ、気が重いわ。確かに実験のために動物のデータが欲しいとは言ったけど、これじゃ君にデータ収集を頼んだ意味がないじゃない。自分で集めるのが一番。それは確かにその通りだけど、まあこうなったら仕方ないわ。覚悟を決めて行くしかないわね。いやいやだったけど、意外と楽しいものね。特にクマとかゾウとか、あとトラも素敵だったわ。大型の動物は見ていて面白いわね。戦った時にどこをどう攻めたら倒せるか考えるのが楽しいわ。次はどこに行くの？え、ふれあい広場？そんなの無理よ、危険すぎるわ。あー、でもデータ集めは必要だし。わかったわ、行けばいいんでしょ、行けば。へえ、いろんな動物がいるのね。そうね、ウサギとか可愛いと思うわ、見ているだけなら。触れ合う？いきなり触るなんて無理よ。餌？でも私があげたら喉を詰まらせるかも。あ、猿が私の肩に。助けて、取って。そう言われても力加減がわからないから怒らせちゃうかも。実は私、動物があまり得意じゃなくて。
嫌いとか怖いってわけじゃないのよ。ただどう接したらいいかわからなくて、遠くから眺めているだけならいいけど、さすがにこんな至近距離で、しかも触るなんて、もう限界よ。早く帰りましょう。はい、お疲れ。あんたが見てたのは夢みたいなものよ。目覚めたらほとんど忘れちゃうだろうし、あんまり気にしなくていいわ。美月って動物が苦手なのね。ちょっと意外な感じがするわ。動物に近づいただけで取り乱しちゃうなんて、可愛らしいところあるのね。ほら、普段は実験で、ああいう女の子らしい姿は見せないでしょ。大人の女性が弱ってるところっていいわよね。守ってあげたくなるっていうか。おっと、関係ない話になっちゃったわね。今回はこのくらいにしておくわ。じゃあね。私、眠っていたの？こんなところで寝ちゃうなんて、疲れてるのかしら。それにしても、嫌な夢だった。まさか動物と触れ合う夢を見るなんて。ええ、そうよ、小さい種類の。まさか、君も同じ夢を？不思議なこともあるのね。興味深いわ。もう一度同じ現象が起きるか確かめてみたくなっちゃった。ねえ君、この後私の家に来てくれない？いろいろと試してみたいことがあるの。こんにちは。で、君、顔色が良くないわよ。大丈夫？仕事で寝不足？そう、大変なのね。だけど、君の体は私の実験台でもあるんだから、酷使するのはいただけないわね。なんてね。ちょうど開発中の魔法があるから、それで回復してあげる。どうしたの？ああ、大丈夫、怯えなくていいわ。この魔法は安全よ。最初の実験台がここにいるんだから。最近どうにも疲れが取れなくなってきたから、魔法で解決しちゃおうと思って、近頃はこの魔法を研究してたの。疲労を感じる原因を抑えながら体に回復するよう促すのよ。術式を確定させるのが結構大変で。あら、説明している間に回復できたみたい。少し動いてみてね。疲れが取れたでしょ。疲労を取り除く魔法、開発成功ね。素直にお礼を言われるのもいいものね。それじゃあおまけに別の魔法もかけていい？慌てなくても大丈夫。命を取るような魔法じゃないわ。むしろ余計に元気になっちゃうかも。行くわよ。何時？今より何人をも魅了せし者となれ。今のはフェロモンの分泌促進と効果倍増の魔法よ。女性がみんな君に好意的になって、君を求めずにはいられなくなる代物なの。どうしたの？私に変化がなくて不思議？私に効果がないのは当然よ。だって私はもう君のことが好きなんだもの。冗談よ。私は特製の魔法具を身につけているから平気なの。
ら見て、早速効果が出たみたいね。私、あなたに一目惚れしました。付き合ってください。どうかしら、すごいでしょこの魔法。実験は滞りなく成功ね。待ちなさい。その人に一目惚れしたのは私が先だ。誰よあなた。いいえ、別にどうでもいいわ。どうせこの人に愛されるのは私だもの。入れ食いね。突然人気者になった気分はどう。その子のハートを射止めるのは私、誰にも渡さないわよ。これは予想外。二人どころか三人も。それどころか向こうからたくさん来てるわね。逃げないで、私の恋人になって。どきなさいあなたたち。ダーリンと結ばれるのは私なんだから。あんたたち邪魔よ。どきなさい。すごい数。想定よりも効果が出てるわ。おまけに男性にまで効果が及んでいる。これは興味深いデータが取れそう。ダメよ、君が逃げ惑うところを見るのも楽しいもの。君ならもっと頑張れるでしょ。まだまだ私を喜ばせてちょうだい。あら、それじゃデータが集められないじゃない。このまま続けるわ。大丈夫よ、君ならまだ持ちこたえられるわ。さあ、私のために頑張りなさい。どちらへ行かれるのです。待ってください。逃がすものか。もう君を離しはしないぞ。どのくらい長く効果が続くか調べたいから、しばらくそのまま逃げ続けてきてくれない。よろしく。そんなに早く逃げないで。どこへ行くのですか。どうか私の腕の中に。こんなに逃げられたら逆に燃えてきちゃった。おかえりなさい。ちゃんと逃げ切れたのね。まだ魔法の効果が出てるわ。実験は大成功よ。ありがとう。捕まえた。やっと追いついたわダーリン。それじゃあ早速二人の愛を誓う熱いペンゼを。そうね、いいところなんだけど、これ以上は実験の範疇じゃないか。今解除してあげる。ここにナンジラを魔法の楔より解き放たん。あら、私ったら何を。あなたどちら様。あ、やだ、もうこんな時間。早く買い物に行かなくちゃ。みんな正気に戻って散っていったわね。もう少し遅かったら低層の危機だったけど、間に合ってよかった。なんでかしらね、相手が誰でも君がキスされそうなのを見てたら、なんとなくすぐに解除したくなっちゃって。もしかしたら、さっきは冗談だって言ったけど、私本気であなたのことなんてね。今日はお疲れ様。帰りましょ。さあ、どっちかしら。当ててみて。正解したらとってもいいものをあげるわよ。この辺りにしておきましょう。お疲れ様。
本当に疲れたって様子ね。でも実験したい魔法は山ほどあるの。君にはまだまだ張り切ってもらわないと。そういえば君、魔法は使わないの？ルカと違って魔力はあるわよね。試しに学んでみない？ヘトヘトになるまで付き合ってくれたお礼に、私がつきっきりで教えてあげる。決まりね。美月先生の特別授業で、あなたも今日から魔法使いよ。最初はどの魔法にしましょうか？何かと役に立つし、発火魔法がいいわね。まずは詠唱する呪文を覚えるところからよ。燃え盛る火炎よ、我が手より出でよ。覚えた？次に必要なのは自分の魔力をコントロールすること。これができないと詠唱による魔力の変換ができないの。いきなりは難しいかもしれないけど、やってみましょう。さあ、呼吸を整えて、意識を体の隅々まで行き渡らせて、力の集まっている場所を探すのよ。この辺りに。どうしたの？ここよ、おへその辺り。もう少し下に力を入れて。ダメよ、ちゃんと集中しないと。くすぐったいの？我慢して。君のお腹、触り心地がいいわね。柔らかいけど、ちゃんと男の子の体つきで。ほら、ちゃんと集中しなさい。私の魔力を流して、あなたの魔力を目覚めさせてあげるわ。感じたみたいね。それが魔力よ。一度気づいたらもう忘れられないでしょ。このまま次のステップに進みましょう。いよいよ詠唱ね。私が耳元でささやくから、続けて唱えなさい。燃え盛る火炎よ、我が手より出でよ。どうしたの？呼吸が乱れてるわ。もう一度集中して。もしかして耳弱いの？君の弱点発見。ふう。冗談よ。呪文を唱えて。魔力を下腹部から体の中心を通して指先へ流しなさい。健康的な心臓。服の上から触ってるのに鼓動がわかるわ。少し激しいくらいね。でもこれじゃ集中して詠唱できないわ。それなら私と感覚を共有してみましょうか。今私がやってみせたように、君が私の心臓を感じ取ってちょうだい。ほら、ここに手を当てるの。こうやって。どう？感じる？もっと強く触っていいのよ。私のことをちゃんと感じて。そのドキドキは君の？それとも私のかしら？恥ずかしがらないで、その感覚に集中していいのよ。そう、いい感じ。今よ、もう一度呪文を唱えて。あら、緊張しすぎちゃったのかしら。この程度で。かわいいわね。でもいいのよ、それは気分が高揚してきた証拠。その感覚が魔法の成功率を上げるの。そう、いい感じ。今よ、もう一度呪文を唱えて。不発か。今回は失敗ね。でもいいところまでは行ってたって思うから、このまま続けてみる？あら、残念。でもいいわ、私も楽しませ、勉強させてもらったし。ちょうど今、新しい魔法のアイデアが浮かんできたの。これから二人で協力して放つ魔法を開発してみるわ。
君といると私の想像力がいつもより活発になるみたい。君って私を刺激するのが上手なのね。君の魔法については今度違うアプローチで試してみましょう。また実験ね。次も楽しみだわ。こっちよ。もう少し奥に行くと目的地が見えてくるはず。香水の原料植物なんだけど量が必要でね。君についてきてもらって助かったわ。それに薄暗い森で二人きり、周りに人の目はなく、何かあっても証拠は残らない。そんな状況って素敵だと思わない？冗談よ。君にはいつも感謝してるし、変なことはしないわ。私からはね。私は今先日実験したフェロモン倍増魔法で作った香水をつけているわ。魔法の香水がしっかり効くかどうか、君の私への反応で実験させてもらうわよ。ねえ、今日の私いつもと違うと思わない？いつも通り？ふむ、量が足りないのかしら。もう少し香水を使ってみれば効果が出るかも。ん？なんでもないわ。それより、さっきから何匹か近寄ってきてたわね。まったく、これからがいいところなんだから邪魔しないでほしいんだけど。相手より自分が弱いのもわからないのかしら。悲しい生き物よね、魔物って。また出てきた、おあいにく様。もう魔物はお呼びじゃ。よくもまあ飽きもせず次々出てくるわね。それに気のせいかしら、どれも私に一直線に向かってきてるような。君の魅力に気づかないなんて、見る目のない魔物たちね。あなたたちの相手をしている時間はないの。さようなら。魔物に求愛されてもね。私が狙っているのは、そう、今は大事な場面なの。邪魔者は消えなさい。まったくもう、人の話を邪魔するなんて無粋だわ。魔物だからしょうがないけど、もう少し気遣いができないものかしら。それでどう？そろそろ私のこと魅力的な女性に見えてきた？あ、もうそういう話じゃなくて。おかしいわね。もう効果が現れる時間のはず。待って、魔物たちの表情がまるで飛躍思考の変質者みたい。越に言っているような。この森の魔物がそんな特性を持っているなんて聞いたことないし。これってまさか、今回の香水を作る途中で魔物に好かれる香水ができちゃったんだけど、間違えてそっちの失敗作を持ってきちゃった。香りが同じで気づかなかったわ。だから森に来る途中も魔物が多かったのね。でもこれはこれで使い物になりそう。思わぬ副産物が手に入ったかも。あら、まだこんなにいたの？さすがにこの数は骨が折れそうね。あら、守ってくれるの？君が私を？ありがとう。でも心配はいらないわ。
むしろちょうどいいストレス発散になりそう。さあ行くわよ。なにその面白みのない悲鳴を。もっと上手に泣きなさい。少しだけ良くなったわね。その調子よ。いいわ。そのままあと100回は泣き続けなさい。一匹残らず逃げちゃったわね。あの程度のお仕置きに耐えられないだなんて情けない。ちょっとだけやりすぎちゃった気もするけど、でもだからこそ魔物たちは忘れられないはずよ。痛みの中から芽生えた快感を。それでどうだった？さっきの私の姿を見て君は何かに目覚めそう？あら残念、手強いのね君って。でもチャンスはまだこれからたくさんあるし、諦めないわよ。もう強情なのね。本当はこのまま人が飛躍思考に目覚める過程を実験してみたいんだけど、今日はやめておくわ。気を取り直して最終に向かいましょうか。興味深い実験データが取れたわ。君ってほんと実験のしがいがあるわね。だけど心配もあってね。最近君がいない実験に退屈を覚え始めているのよ。悠々しき事態だわ。このままじゃ私は君を返せない日がやってくるかも。そうなったらもう一緒に住むしかないかもね。結婚？結婚ね。そういう社会に決められた形式には興味がないの。結婚なんてしなくても一緒にいられたらそれでいいと思わない？って、何この光？実験はもう終わらせたはずだけど。あれ？そういえば前にも似たようなことが。もしもし、久しぶり。同窓会以来じゃない？どうしたの？心配しないで、ちゃんと生きてるから。今日は久々の休みなの。そっちは元気にしてる？そう、それならよかった。要はそれだけ？今度ご飯に。結婚相手？そんなのいるわけないでしょ。ずっと研究や実験で忙しいんだから。嘘でしょ？おめでとう。式には呼びなさいよ。三徹してても行くから、日取りが決まったら教えて。じゃあね。結婚か。ついに手に取ってしまった。この私が結婚雑誌を買う日が来るなんて。幼なじみの結婚報告がまさかこんなに来るなんて。うっ、思い出しただけで心が。焦ったところでいい結果が出るわけじゃないのは分かってるんだけど、早く解決しなくちゃ。ななっ、ここに。いや、それよりも、もしかして見た？ぐわー、違うのよ。これは結婚する人が買う雑誌じゃなくて、結婚したい人が買う雑誌。言わせないで。
この年になると周りの友達がほとんど結婚しちゃってて、別にそれほどしたいってわけじゃないんだけど、つい魔が差したというか。それを君が聞いちゃう？どういう意味って。君も罪な男よね。鈍感すぎるというか。まあでもどっしり構えていてもいいのかな。少し慌てすぎてたかも。でもこの本は一応買ってくるわ。ちょっと待ってて。もちろんですけど。何か。そりゃ結婚したいって気持ちはあるわよ。でも私には私のやりたいことがあるし、そう考えると周りに流されて慌てるのはまだ早かったかもね。でもこの本は一応買ってくるわ。ちょっと待ってて。さっきはありがとう。君と話していたら少し気が晴れたわ。どう？これから一緒にご飯でも。元気づけてくれたお礼におごってあげるわよ。君のおかげで少し吹っ切れたけど、私が生き遅れたら責任は君に取ってもらうからね。はい、お疲れ。あんたが見てたのは夢みたいなものよ。目覚めたらほとんど忘れちゃうだろうし、あんまり気にしなくていいわ。それにしても美月、実はちゃんと結婚したいのね。あの年頃なら当たり前な気もするけど。でも実験にしか興味がないんだと思ってた。それが美月らしさだって思ってたし、もしかしたら美月が結婚したいって思うようになったのは誰かさんの影響かも、なんてね。今回はこのくらいにしておくわ。じゃあね。あら、私こんなところで眠ってたの？なんか前にも似たことがあったような。そう、君と一緒に眠っちゃって君と同じ夢を見るっていう。え、私が結婚雑誌を買う夢を見た？それって私が見た夢と同じ？というか君までなんて夢見てるのよ。忘れなさい、今すぐ忘れなさい。だってみっともないでしょ。あんなに結婚なんか興味ないって言ってたのに、実は願望ありありだなんて。ってあれは夢よ。本当に願望があるわけじゃない。 あるわけじゃないけど忘れなさい。どうしても忘れないって言うなら魔法で忘れさせてあげるわ。